高島忠夫さんの妻といえば、隅花代さんですよね。残念ながら2019年に高島忠夫さんは亡くなってしまいました。高島さんはたくさん病気を抱えられていたようで、晩年は介護などが必要だったようですが、隅さんは自宅で忠夫さんの最後を見取られたとのことです。今回は、 宝塚のトップスターを経て、高島忠夫さんの妻として、住花代さんが今までどのように過ごされてきたか、少し詳しく見ていきたいと思います。兵庫県西宮市出身だという住花代さんは、芦ア屋ア高等女学校を卒業後、宝塚歌劇団に入団。1952年にサルトビサスケで8主演を務めてからは、 星組の男役トップスターとして活躍し、一時はブロマイドの売り上げが1位になるほど人気がありました。スミさんが司会をしていた季節のミュージカルに、高島忠夫さんがゲスト出演したことで二人は出会い、約2年交際し、1963年結婚することになり、それを機にスミさんは宝塚を退団しました。 それからは夫婦でごちそう様に長年出演され、他にもバラエティ番組など夫婦での出演が多く幸せそうに見えていました。しかしその裏ではとても悲しい出来事もあったようです。結婚の翌年に生まれた長男が生後5ヶ月の時家政婦に殺害されたのです。 この事件は1964年8月24日、住み込みで家政婦として働いていた当時17歳だった少女が起こした事件でした。もともと高島夫妻のファンだったという少女は、家政婦として働き出して高島夫婦にとても可愛がられたそうです。しかし、夫妻に赤ちゃんが生まれると、 赤ちゃん専属の看護師の女性も高島家で働き始めます。すると、今まで自分にだけ向けられていたと思っていた夫婦の愛情が、看護師の女性に向けられていると感じ、強い嫉妬の感情を抱くようになりました。そしてある日、ぐずっていた赤ちゃんの声を聞き、この子さえいなければ、看護師の女性はいなくなる。 と思い立ち、赤ちゃんをお風呂の湯船に沈めて殺害してしまったのでした。深夜に子供がいないと犯人の少女が騒ぎ出し、高島夫婦も慌てて家中を探してみても見当たりません。この時、もしかしたらとお風呂の蓋を開けて浴槽に沈められている我が子を発見したのは母の隅さんだったようで、 すぐに病院に連れて行きましたが、すでに死亡していました。それ以来すみさんは、未だに浴槽には入れず、お風呂はシャワーしか浴びれないとのことです。さらに事件後も、赤ちゃんの泣き声や、ママ、苦しいよ、などといった心ないいたずら電話がかかり、苦しめられたそうです。 こんなに辛いことを体験されていたとは驚きますよね。母親のスミさんは自分が一緒に寝ていなかったことなどを悔やまれているそうです。当時は仕事も抱えられていたので、看護師さんに夜のお世話を頼んでいたのは仕方がない選択だったのに。こんなに可愛がっていた家政婦さんの犯行と知り、本当に辛かったでしょうね。 そんな悲しい事件を乗り越えられ、ご夫婦に、次男、高島正宏さん、三男、正信さんが誕生します。お二人とも立派に成長され、俳優やタレントとして大活躍ですよね。テレビに家族で出られたり、家族の話をされたりすることも多い芸能ファミリーになられた印象がありますが、 元々、隅さんはすごい家系で、実は、隅花代さんの旧姓は松平といい。実家は名家で、なんと、あの松平定信の末裔なんだそうです。妹の松平美穂さんも、宝塚歌劇団に所属していたことがあり。また、議定は音楽界で有名な音楽プロデューサーの高島博之さん。議鉄は、 高島千佐子さんなどなど有名な方ばかりで、まさに芸能一家というすごい家系の持ち主です。ようやく一家に幸せが定着したかに思われましたが、高島忠夫さんは30代の頃に糖尿病になってしまいます。さらに68歳で重度のうつ病を発症。仕事を降板し治療に専念しますが、 パーキンソン病とも診断され、2010年には心臓にペースメーカーをつける大手術をされています。芸能の仕事を休んだり、復帰したりを繰り返し、徐々に表舞台からは姿を消すようになります。忠ださんのこのような様々な病気との闘病生活を支え続けたのは、他でもない妻である住花代さんでした。 こんな事情からしばらくお二人の姿を見ることはなくなっていましたが、2013年に放送されたカスペ独占密着真実の高島ファミリーでは、日常生活もままならない82歳の高島忠夫さんを、81歳の妻、隅花代さんが介護している、いわゆる老老介護の様子に世間は衝撃を受けました。 忠ださんが病院に入院することもあったそうですが、ずっと病院にいるのはかわいそうと自宅での介護を続けることをすみさんが決めたと言います。時にはすみさんが介護うつになるほどその介護は壮絶なものでしたが、介護スタッフやまさひろさんたち息子さんの力も借りながら家でなんとか忠ださんと過ごしていたようです。 そんな高島家に2017年初孫となる待望の男の子が三男正信さんのもとに生まれたことも大きな励みになったと言います。その2年後の2019年に忠夫さんは老衰のためご自宅で亡くなりました。最後まで親しんだお家で過ごすことができてきっと幸せだったでしょうね。 眠るように亡くなったそうです。現在も、忠田さんと過ごした自宅に一人でお住まいだという隅花代さん。2021年には、正信さん夫婦に第二子も誕生し、隅さんもとても喜んでいるんだとか。息子さんたちは隅さんのことを心配し、同居も進めているそうですが、断っているそうです。 だだおさんと過ごした自宅にいたいのかもしれませんね。近年はテレビ出演などもされておらず、高齢になられた隅花代さんの健康状態なども心配される声もあるようですが、姿をお見かけした近所の人などの話によると、変わらずお綺麗だったそうですよ。芸能を引退されたわけではないようなので、いつかまた、 お姿を拝見したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。